しゃい。ミレニアいるぜ。ほら、これだよ。綺麗でしょ、めちゃめちゃ。いや、チュールなんかないけどね、うん、ここミネルニアです。いや、わかんない。オフレッシュ、すごい、今日普通にいるじゃん、電波悪い、マジ。間違いないし、朝見やし、飲んどやし。あ、これですよ。これがあのミネルニアっていう猫っす。住みついてるよ。よっしゃい、取れんしゃい。勝ったの？いや、勝ってないけど住みついてるね。ひなころんよっしゃい。色はめちゃくちゃ綺麗なんよな。カラスじゃねえわ。あ、行った。うん、よし。まるでさっき寝てたかのような声だな。いや、寝てたし。会長らっしゃい。結構でけえよね、ミネルニアも。誰と？いや、一人で寝てました。うぅ、いらっしゃい。あーちゃんやし、もうやし、みーもやし。いや、車で寝てないよ。あ、来た人乗って帰ってください。うん、オープニングです。目が赤？え、ルナやし、レッスやし、ヨダの子のリンリンやし、リエやし、リエ持ってくるかし、ナオニャ、パープル。そういきます、元首やし、スシャクリームのポギー、北極ちゃん、あの日なこのミーも、兄貴やし、レイヤーさん、アサミやし、タマイやし、マッツンやし、まだね、ボケとるな、うん、まだね、ボケてるよ、正直。ミーモ、カナ、マロン、アサミ、ポップコーン、エセル、ミーモ、パープル、
うん、怪しい。うわ、喉渇いたな。安定の寝起きか。そうやね。緑川。うん、違うか。ゆうちゃんレディースクリニックしてみますし、うん、まあ、だからもうあのもうちょっとしたらね、あのちゃんと起きるんですけどね、うん、まだね頭がね寝てます。完全まだ寝てるよ。テルヤシリエザヤシしてみますし、実験ある、うん、実験中か、まあ、まず頭が起きてないからね。まあ、これ5分ぐらい経たんと。実験しよう。うん、何するの？ね、合い口って。ミロいらっしゃい、山田プレミアムいらっしゃい、ヤコいらっしゃい、青ちゃんまりいらっしゃい。ポップコーンまだある、まああるけど。プンと厚闇。鳥四つ、うん、意味がわからん。終わるんかい。何飲んでるの。モンスターズ。バブちゃんいらっしゃい。ミワいらっしゃい。変八？いや、変八は知らんけど、ミネルニアはまずおったで、さっき。ミネルニアは。セミ。カルド車せ停止に行こう。意味がわかんねえな、うん、これモンスターじゃねえ、これレッドブルだ。あ、間違えた。え、チーいらっしゃい。まあいらっしゃい。今日早いね。いやいや、いつもと変わらんけど。体に悪い、うん、いいよ別に。何味だの？うん、味ないですね。イカルドの車だったら大金入る？いや、大金入るも何も、どうやって売るのよ。ワクチン3回目、脳やしゃ、宮やらしゃい。3回目打たれますか？いや、打ちません。打ちません。熱いな、これ。暑い、超暑い。今いつやるんだ。いや、やらんかな。やらないっすかね。ワクチンとかドライブスルー、いや、いけないよね、うん、だってここのエリアから、ここのエリア外から配信できないよね。寒い。いや、だから、いや、だからできないです。このエリア外から配信できないです。うん、今日何鍋？いや、だから今日は何鍋も何も。
飯も作れないっす。なっちやっしゃい。 Wi-Fi 問題か。いや、なしで携帯止まってから何するの。いや、何も決めてないっすね、うん、なんかその場のノリでやるタイプじゃん自分って。ノリでやっちゃうじゃん。なんか実験しよう、うん、まあ実験っつってもな、なんかもう一連の実験はほぼしたけどね。兄貴、お前の兄貴じゃねえわよ。外配信当分ない。うん、まあそうですね、来週までね。どっちにしろ来週は東京っすから、うん、来週は東京行かないといけないから。変発の慣れ合い、いや変発の慣れ合い面白くないもん。うん、一連ってなんや、うん、なんだっけ、なんか言ったっけ俺。これぐらいらしい。元気ない、いや寝起きですね、寝起きです。お疲れ様、いらっしゃい。仕事編スタートしたら、なんか仕事編は知らん。おは髪の色にひげの歯、ある程度企画へ尽くしたから、うん、そうだね。路線変更、いや僕はする気ないですね、路線変更。別にこれでいいんで。そろそろ自転車で出ないと、いや自転車で行かんし。賢者君らしい。マシさんの仕事は配信、ああありがとうございます。そうっすね、いやスタントマンなんか戦士なんで、まあスタントマン。毎日企画やんのきつっ。大赤字やんけ。リカルドの部屋掃除しよう。意味がわかんない意味がわかんない。掃除する必要ないやん。ロコダイルやっしゃい、イフィやっしゃい。なんだっけ、何が平八の散髪。いや散髪もね、もう髪ないじゃん、ね、ないじゃん。パーちゃんやっしゃい、ヒーカやっしゃい、ユッキーやっしゃい、ナークいらっしゃ い, しゃい。エキストラ、うん、はやりますよ。あはは、いらっしゃい。ルカピスいらっしゃい。あのダンスきついわマジ、体中が痛えよこれ、うん、俳優の一条じゃないけど。お疲れ。それもねえな、やるの決定なんで、ね、当たり前ですよ。疲れてねえよ。はい、意味がわからん な, なこいつ。さっきからなんか一人なんかおかしいな、コメントが。今
父さんはステーキ食べさせたけど買ってきて。いやそれ食べさせてあげてないじゃん。俺じゃんそれ食べさせてあげて。おかしいだろうねそれ。鼻でかい、まあ、でかいんじゃないですか。それはいいよ別に。何するんだろう今日。体調悪い、体調悪いわね。何も好きなんだけど、まあそうだね。親父に飯食わせてもらってんのか。携帯で払ってないよ。ポップコーン、ああよっしゃい。今日は何して遊ぶんだ。わかんないですけど、今日は何もせんでよくね。家族しか面白くないな君なんか。いやお前家族の時はおらんくせに。逆にお前見たことないよお前親といる時に。テンション低すぎ。いやテンション低すぎっていうかまだ起きてないんですよね。全然起きてない。まだ犬有病の可能性まである。今日寝すぎだろ。まあ今日寝すぎだね。全然覇気がない。便秘ですよ。しエキストラの練習やさしてねえよ。しねえよそら。寝すぎると逆に目覚めが悪い。確かに寝る気がないのか。いや起きないっていうかね、なんか起きてないんだよな。あ、来週っすね。来週の26からですね。行くのは。寝てるのか。うん、いやなんか起きてんだけど寝てる。起きてんだけど寝てる。こんにちは。マジで起きんといけねえなマジで。抜きすぎ？いや抜いてねえわよ全然。でももっとやれって意味が。楽しみ。出演したら何すか。アマゾン教えますよ。おちゃんの試合最近何の夢見た、うん、ゾンビに食われる夢見た。目がいってね。質問一人暮らしとなった。こんにちは。ゾンビ食うの間違いじゃなくて、いやゾンビに食われる夢です。ゾンビに食われて俺も感染する夢。そんな夢しか見てないよ。ネットフリの見過ぎじゃね。いやフールの見過ぎです。だからもうネットフリ見れんし。そもそもあれコンビニ2000じゃん。フル。ああ。待って。体持て。
両機関楽しんでんのかな。エキストラ、エキストラの勉強朝もする必要ねえよ。ぶっつけ本番だよ。26日行くですね、うん、通うからね、島根から。体の重いのはみんな知ってますね、デブって意味だろ。そういう体重いじゃないんだ。エキストラの仕事舐めすぎないよね。君、俺舐めすぎないのよ、逆に。いや、まあ金の面でいけばそれはマイナスだけどね。金の面じゃないからね。料金だし、有名なやし。いや、わかんないですね。すぐ買えるんじゃないですか、登録して。次ね、どうやって行くん。いや、お茶漠出るんで25日に、うん、行けますね、うん、交通費ないってことないっすね。こんにちは、東京か、うん、いや、車で行くわけねえだろ、さすがに。何でも島根から東京まで車でめちゃくちゃきついって。めっちゃきついよ、さすが無理だわ。どうやって行くん？新幹線。まあ夜行バスでもいいけどな。寝とくだけだし。スタジオの範囲し、そうなの。よかった。じゃあ、っす。N ちゃんいらっしゃい。みんないらっしゃい。お疲れ様です。はーちゃんいらっしゃい。まゆみらしい。お前を新幹線に乗らせるわけないだろう。何言ってんのこの人。大丈夫みーやんじゃん。本当に働くデビューらしい。名前がかっけえじゃん。夜行バスって何時間かかるんだよ。9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、11時間、12時間ぐらい。超きついよ。まあでもきついけど寝るだけなんで。まあ C っていうのはタバコが吸えないんだよな、バスは。まあ13時間はどうだろうか分かんないけど。まあその辺じゃない。12か13。新幹線だと7時間。おかしくなるよ。だってもうずっとここの状態で12時間、13時間ずっとおらんといけんからね。倒せてもなんかこんぐらいだし。言うて。きついよ。13時間バスきついやろ。まあきついね。まあこんな膝が壊れるまでないけど、いや臭いやつだと嫌だ。フェリーの意味が分かんねえ。出てねえよ、まあ、島根から東京のフェリーなんだ。なんだフェリーって。飛行機も早いけど、飛行機は今度高いんだよな。11時間、まあでもそれぐらいだよね。飛行機だと今度は1時間半ですからね。1時間半で、新幹線か夜行バス。いや新幹線とか別当日でも行けるよ。夜行バスは正直分からんけど、
当日でも乗れるって。新幹線予約なんか取ったことない。自転車無理だろ、さすがに。チャリは。飛行機は微妙だな。赤字すぎんか。いや、まあ赤字でしょうね。島に新幹線止まねえだから、どうにかしらいつも新山口まで行かねえといけねえのだるいんだよ。いや、岡山だし。新山口じゃねえし。飛行機は高いけど一番楽。だから見えないね、マジで。安っ6000円とかで行けるの。まあそれ時間かかるからね。ああ、やっぱ今日もすっげえだり。ゴールデンウィークの予定、ゴールデンウィークはね、未定ですね。とか何もしないんじゃない。黒いの何？何あの黒いの？あ、これ何あれ？うんちか。いや、ミネルニアじゃねえだろあれ。カメ？それはないわ。カメはねえわ。黒猫？いや、全く動いてないから、なんか動物ではないんじゃない？よくわかんねえ、あれ。見に行けよ、ダリー。いや、カラスでもないだろ、あれ。何なんだろうあれ。あっち？やばいでしょ。あんなちっちゃくなった。いや、カラスじゃねえって。いや、何マジであれ。なんかゴミやろ。服？タオル？モグラ？なんでモグラがいんねん。あんな黒い軍手ねえし、うちに。ズームにしてみて。まあいいっすけど。何なんだろう、マジで。意味がわからん。あ、猫の恩返し。ね、猫が、餌やったから、恩返しでなんか持ってきてくれたゴミを。カラスだよ。え、カラスなの？カラスなの？見に行こう。カラスだったら怖すぎるわ。いや、嫌だし、見に行きたくないし。あんなの土の子だったらまあ最強じゃん。速攻売りに行くわ。配信なのどうでもええわ。配信切って売りに行くわ普通に。動いてねえよ。動いてねえだろ普通に。土の子って売れるん？土の子は売れるはずだけどね。土の子は売れるだろ普通に。洗濯物だと思うよ俺も。
ちょっと見てみようか。いや、ニット帽でした。よくわかんねえ、意味がわかんねえ、この時期にニット帽って。おかしいだろ。誰の？いや、だから、ね、猫が持ってきたんじゃない？猫がプレゼントでニット帽を持ってきたんだけど、もう一回ミレルニアに持ってかせるやん。誰だよ、カラスカラスとか言ってたの。誰だよカラスカラスって言ったの。うん、プレゼントニット帽、うん、カラスじゃないでしょ。カラスだと俺もわかるわ。誰もカラスなんか言ってなかったよ。いや、言ってたし、ちょいちょいカラスって書いてあったし。うん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 。ニット帽、喜ぶわけないじゃん。ケンタの新作、いや食べないっす。里崎チャンネル、意味が分かる。さあ今日何しよっかな。別に無線でよくね、たまに毎回毎回する必要ってねえんだよな。あ、いいこと考えた。あ、ちょっと頭が冴えてきたぞ。早っ、うん、あ、いいこと考えた、めちゃめちゃ、うん、まったりしよう、うん、いいこと考えた。うん、今日やるのいいこと考えたね。脳みそが動き出してきました。はい、なんで最近 BB のあんの。いや、 BB 俺の車じゃないもん。いや、ヒンキの練習じゃねえよ。マティの窓開け戦車っていつ生まれたの。うん、5、6年前ぐらい、うん、5、6年前ぐらいに生まれました。懐かしいね。今日はね、あれです。飯をね、ちょっとね、あれ。僕ちょっと今日あれしたいこと、たこ焼き作りたいんで。あれと救援会、当たり前だろ。そのイメージしかないんだよね。たこ焼き、うん、まあなんか最近いつもなんか実験みたいで、なんかね、まあ、体張ってるんで、たまには体張りたくないんで。タコあるの？うん、ないよ。ないけど、まあいけるでしょう。材料なんかまあ適当だろ。銀だこ、うん、まあいろいろ入れますよ。あ、てかどこにあるんだろうな、あれ。いや、材料はもう適当で、はい、適当でやります。
ロシアンルーレットじゃないよ。自宅で作るんか。当たり前。どこで作るねん。ポップコーン、意味がわからん。なんでたこ焼きの中にポップコーン入れんといけん。ネギだけでもうまい。あ、やばやばやば今。あ、やば。今めっちゃ耳鳴りした。キーンってなったけど今。幽霊がいいんじゃね。うわマジで意味わからん。めっちゃキーンってなった今。病気やがんね。低い音だと抑揚っていうよね。いや低い音ではないけど耳がキーンってなった今。ゆったんしゃべこじゃいせーふえ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 はーん。疲れてる時なの。なんで今のすげーキーンってなったんだが。めっちゃキーンってなったんだ。やったー今の。ガチですると口の病気かもよ。意味がわかんない。なんだお前口の病気って。近所の学生に認知されてるだろうなお前。いや認知されてるかは知らんけど、されててもいいんじゃない別に。じゃあやりますかこれ。っつったらえ今のやつ。なんや今のやつは。パンチだろ普通に。そうな。返事か。いやわかんない。ってやったら、ああいうやつめっちゃムカつく。車通った時にね、なんかクラクション鳴らしてくるやつクソうぜやん。まあ、配信見てるやつとしか 思えないからね。あのそこのさ、ここから車がバーン通って、この通った瞬間にピーって鳴らすやつ。おかしいだろ、まあ、クラクションなんか鳴らすようなとこないのに。意味がわかんない。わかるわそれ。うん、でしょ。超うぜえやろ。姉妹の観光スポット。こんなのが観光スポットなわけないだろ。うざい何々ってやるわ。でしょ、わかります、うん、作るか飯。いそこでクラクション鳴らしたら願いが叶う。悪い方にしかいかんです。ちなみにあーもうなんか全然充電もできんしな。意味がわかんねえマジ。全然充電もできないんだけど、なんでなの。充電がマジできんよ。充電しても全然これ満タンにならねえんだよな。で満タンになってもすぐなんかなくなるんだよな。謎なんだよな。もうこの携帯バッテリーがもういかれてるわマジで。近所の人、お前うざいと思ってる。で、どうでもいいです。近所どう思われる。バッテリーがもう結構寿命なんだよ。マジ。
いてててててて。電池変え時、そのバッテリーってどこにあるの？携帯屋さん行かんといけないですか？あーどうしようかな。言うて作るもんもねえんだよな。アップルとか修理屋とか。寝たら、いやもうずっと寝てたけどね。バッテリー変えられるんだっけ？いやバッテリー変えれるでしょ普通に。ゲオ？ゲオにあんの？おつやみ、よいしょい。ゲオにあんの？おつやみ。あ、あれやつかな。iPhone 何？これですか？これ iPhone ね、7。iPhone7 だけど、なんか充電しても充電がマックスになってもなんか微妙なんだよね。古い、うん、うちの冷蔵庫の真似するなよ。どういうこと？あー焼肉食いてえなー、マジで焼肉食いてえなー。めっちゃ焼肉食いてえ。超焼肉食いてえ今日。牛タンあるし、牛タンあるし、たこ焼き、めんどくさくなった。でも気分で変わるんで、僕すべて気分で変わるから。あ、そうだね。なんかあのプチ BBQ でもやるか。めんどくせえし、この2つだけで見れるにゃ。いやー待てよ、バーベキューかね、足りな味。あ、ちっちゃいのがあるわ。探して三脚ないっす。なんだよお前、人の勝手にお前、お前って結構出てるやん。うぜえ、出ていけ。うるせえお前、ビビったお前今の。なんでだよお前、人何だと思ったのや。マジでビビったマジで。人はどうでもいい、お前の前の空気に立つぞ。マジで今ビビった。何って思って急に。マジビビるじゃん。いや普段俺の部屋に入ってくるくせに。あーねえな、ビビったマジで。マジでビビった今。何と思ったマジ。タバコの灰皿が使われてないって謎いんだが、イライラしてるな。
いや俺はしてないけどね、俺は全くしてないけど、イライラしてるのは向こうじゃない？マジでムカついた今。マジでムカついたわ。いや入らねえよお前。あの急にバッてでかい声出されるのってマジでビビるじゃん。わかるでしょ。ああ。大事なものがあるんだろう。いや、ないでしょ、あんなとこに。ないでしょ。あそこバーベキューセットしかないでしょ。これでいいや。いやもうちっちゃいのでいい。いきなり綺麗な認知症。あんまでっかいのやりたくないから今日。いてててて。て一人用か、そう。一人用だね。いや、これいけんのこれ。これどうやってやんの？おいけた。いけた。あ、なんか超臭い。これはちょっと厳しいよね。うん。これは多分2、3枚しか焼けないよな、これ。どっちにし、炭に火やんけ。そうなんだよね。知らないでしょ。あれは、仕掛け。これでやるか。いや絶対無理だろこれ。いけんのこれ。いけねえよなこれ。焼き鳥用だよ。何するの。いや肉が食いたいんですよ。ただ単に、ただただ肉が食いたいだけ。ヒン八やん。うん、どういうこと？ヒン八やんとは。どうしよっかな、マジで。
フライパンでやったから早くねえか。全部フライパンでやったほうが。これはもうないわ。みんなそう思ってる。あ、そうなの。お疲れ。ホットプレート、いや、あのホットプレートはね、めんどくさいの、出したらね、うん、あ、もうフライパンでやります。うん、なんかいろいろ考えたらなんかめんどくさくなってきた感じ。まあ本当はね、そうだね、あの外食の方が一番いいですけどね。外食で普通に焼肉屋さん行った方が一番早いんだけど、配信できねえっていうね。まあただ本当配信外で食うだけみたいな。ってなっちゃうよね。それめんどくさいじゃん。それもそれで微妙じゃん。平八のスマホ、ちょっとよくわかんないですね。平八のスマホを盗んだところで、あんなボロ携帯じゃゴミ端末じゃ無理だろ。あ、なんで配信無理だわ。よし、じゃあやりますか。まずこれをどうする。これはどうする。ああ、だりえ、マジそんなことせんといけないの。なんかもう今日何もしたくないねよね。てかもうマジか、これまず、回答どれだったっけ。あ、待って、牛タンとホルモン。お前来るな。お前みたいなやつが今来んな。お前、泣いてんのお前。来るな。でお前が近づいてきてんじゃん。近づいたら行くんかい。行けん。あんたが大将だけんな、この家の。あんたが大将だけんな。来るなよ、来るなよ、みんな言ってんぞ。あんたが大将だけんな、この家の。いや、お前何ポップコーン食おうとしてるよ。なんでだよ。食うなよ。なあ、お前こんなにいっぱい作って。じゃあ食うな。いや、出させてください。ダメです。止めさせてください。いや、無理です、無理です。やめてもらっていいですかね。食わないでもらっていいですか。そんなに僕は人気ないですか。はい、そんなに僕はもう人気ないですか、皆さんから。え、そんなとこと気にしてんの。はい、人気全然なし、ゼロ、なし、落ち目だねって感じ。落ち目、すいませんね、もう僕は落ち目ですか、あいつ演技でやってるわ毎回。自分で湧く日だけや。いや、確かに。いや、お正月役です。フレ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 。はーん。す。
これ回答まだ時間かかるくない、これ時間かかるでしょこれ。ほら時間かかるなこれ。茹でれば早いぞ。茹でるってどうだっけ、どうやってやんの。うん、待つの嫌いなんだよね。あ、俺これ作りてえ。これ作りてえ、マジで。これめっちゃ好きなんよね。スポショ、小学校のスポショってあるんですけど、スポショ行く前によくあのバナナ牛乳やってたわ。懐かしいな。おい、どれ、バナナ牛乳。これに確かとね、砂糖も入れたはずなんだよね。どう入れたっけな。うん、入れてるはずだわ。砂糖入れて、で牛乳だな。で本当は低脂肪牛乳がいいんだよな。氷も入れるといいの。あ、そうな。氷は違くね。氷最後じゃないの。氷もミキサーするの。氷も入れるんやで。そうなん、全然知らんかった。じゃあ氷も入れる。氷砕けんだろこれじゃ。無理だと思うけど。少しでいい。あの、今これぐらいですかね。これぐらいでいいかな。これぐらいで、で、牛乳どれぐらいだったっけ。バナナを確か全部入れんだよ。どれぐらいだったっけな。卵なんか絶対入れないだろ。卵は嘘だろ。入れたことないんですけど、卵なんか。いや、はあって卵なんか入れたことないで。いらねえだろ卵なんか。よっしゃ、ほら、あ、やば、しくった。電線あれするの忘れた。あ、砂糖、ちょっと砂糖忘れた。砂糖全然入れてなかった。砂糖多めに入れんといけんよね。いや、ミルクセーキにはじゃないんですよ、僕はしてるの。いや、砂糖はね、俺多め系だから。じゃあこれ、めんどくせえなこれ。いいか、わからない。よし、よし、こっちだな。おばあちゃんの片身のミキサー。いや、違います。あいて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 。これがまたうまいんすよ、マジで。本当にうまいんすよこれ。うん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 、なんだこれ。んと、うん、うん、うん、
どういうことこれ。え、もういいけど、ミキサーって洗うのめんどくさい。そうなんだ。俺洗ったことねえわ、そもそも。溢れるぞ。いや大丈夫でしょ。あれあれ、つかんけど。んで、あれあれ、なんで、どん、ええ、なんで、うわ、あ、できましたね。カチってハマってる。いや、今多分ハマったんじゃない。いけたいけた。さあさあさあ、好きなバナナ牛乳を飲めますね、やっと。バナナ牛乳。いらないよ。いや、いるだろ。お、ちょうどいい。いや、できました。蓋取ってやるやつ。うん、だって蓋取ってやったらさ、お前ふざけんなよ、お前死ね。死ね言うなし。で、誰が言ったか知らんけど。あー、これ お、てか、え、なんで、なんでなん、ずっと硬いけど、どういうことこれ。なんでずっと硬いの、意味がわからん。解凍できないんですけど、どうやって。結構もういい時間経ってるくない、あれから20分ぐらい経ってるけど。お前さっきからスタートしてすぐに終了しただろ。そうしたっけ。ねえねえ、誰かね、俺これだけ聞きたいけど、あの何ワットとか調整ってこれどうやってやるの。おいおい、やばい、何。あ、リクリクさん直です。プレ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 、はぁ、あの何ワットとかってどうやってやるのこれ。ねえ、知らねえよ。何のやん、何ワットとかどうやってやんの。ボロボロボロレンジが。あれ、ちょっと待って、ガチで壊れたけど。
あれ、なんかずっと音鳴ってるけど。これガチ壊れたやつ。お、オッケーオッケーオッケー。あれ、引かなくなったし、もう知らん。ぜえ。甘えはバカだね。いや、お前じゃなくて。ネギもいき、ね、肉にネギも入れてるか。あ、牛乳、あ、バナナ牛乳飲まんといけなかった。そうだそうだ、忘れてた。いただきます。やっぱね、あのバナナのさ、この新品のバナナより腐りかけのバナナの方がうまいんですよ、ガチ。これあの新品のバナナはなんかちょっと味が、あの甘さがないよね。なんかちょっとちげえな。あ、でも氷入れるのはマジで OK。 いや、分かる、いや違う、あの腐りかけの方がマジで美味しいよ。まあまあそれは人それぞれなんだろうけど、でも氷入れるのはありだと思う。青臭い。もうちょっと腐りかけがいいわ。あ、バニラアイスも必要なの。あ、氷当たり前。てか氷入れるとめちゃくちゃうめえな、マジで。ダメだわ、解凍できんかもしれん。ってなるとやっぱり結局的には炭火でやらんといけんの、これ。炭火で押せんのやな、マジ。炭火でやらんといけんくなるよね。ってなるとこっちになったよ。あー、どくさいな。ずっと何言ってるのお前は。うん、いや、お前が何言ってんの。お前は今来ただろ、どうせ。だから分かんねえんだよ。今から時間かかる。確かに確かに時間かかるよね。あいつ何しとるやん、マジで。気持ちうろ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 して。いや、あの吉野家行けないんですよ、あの携帯止まってんだよ。これ時間になってんじゃん、これ。まあいっか、もういいや、もうもう焼いちゃおう、めんどくせえ。なんかこのままずっと待つのもだるい。うん、おいしい、これはマジでうまい。おいしい。よいしょ。今日は焼肉です。カチカチのホルモンです。カチカチのホルモンを今から入れたいと思います。だって解凍できないから。カチカチのホルモン、カチカチの牛タン。これ牛タンか、これ。よし、じゃあ行きたいと思います。
何？何それ？それ湯煎でもホルモン いけるやん。どういうこと？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 という意味がわからないです。わからないです。袋ごと焼けるやつ？袋ごと焼けんの？あ、こいつうぜえ。こいつしつけえやつだ。お湯で溶かす。これこれ。お湯にそのまま。お湯にそのまま入れてとはどういうこと？こういうことか。いや、口じゃねえわよ。あ、ごめん、こっちでやればよかった。遅いもん、これ。もう、遅い、これ。水から入れるの当たり前じゃん。これでいいか。ん？これ大丈夫これ。音がおかしいけど。こんな音があるっけ。あ、そういうことか。あ、下がちょっと濡れてたからか。袋から出すんだよ。いや、それは違えわ。お前の方が頭悪いじゃん。まあ頭悪いって言ってるけど人に。お前袋、いやそんな袋ごとなわけないだろ。あれだから携帯どこあったっけお前。あれ携帯どこあったっけ俺。あった。ちょっと俺閉めねえんだでもこれ。これでしょ。これで多分いいじゃん。マジで。牛タンは湯煎。あ、そうなんだ。牛タンはダメなんですか。やめとけ。爆発すんぞ。爆発すんの。そうなんだ。うん。あ、マジか。あ、じゃあ牛タンはじゃあこっちでいいや。待って、でも水ついてっちゃってるけど大丈夫だっけ。大丈夫か。解凍したか。だ、解凍だって。解凍。そのマット数っていうのはどうやればいいんですか。あ、これか。これ今日って
これか。どうやってこれ動かすの。仕上がり、これ どうやって強にするの。これ取り消しして、で、あ、これか。あ、なるほど。今日初めて知った。今日初めて知った。知らなかったっす。飲み物じゃないでしょ。解凍じゃないのこれ。解凍じゃないやん。オートになってるやん。いや、これ解凍だろ。意味がわかんねえねえ。飲み物でいいんだ、ここでしょ。だから5じゃないの、合ってんじゃん。だから適当な嘘つくねえよマジ。回答で合ってるでしょ。回答何番。回答5番。同じ電子レンジ使ってる。じゃあお前分かるだろ。同じ電子レンジだな。このくだりで何分かかってるの知らんがな。分かんねえんだ。今日はね、牛タンとホルモンです。牛タンにホルモン。あ、色違いなんだ。じゃあいいじゃん。で、遅くないっすかこれ。うお、ぶどう。マジだこの。今日は牛タンにホルモン。牛タンホルモン。ああ足食った。意味がわからん。通知送っちゃった。意味がわからん通知送ってしまった。強みなわけないだろう。ええやん。そう、まあ、牛タンをねこっちでやってまして、こっちであのホルモン焼いてます。焼いてるっつうか、あ、来た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 、煙出てきた。煙出てきたよ。誰がま小学生の料理で、ほら煙出てきたじゃん。どこから。いや水から。あ、湯気か。酒飲んどる。いや飲んでないよ酒なんか。おっせえな。なんでなのこれ。熱っ。熱い。指突っ込んでみて。今突っ込んだわ。暑かったわ。いや今日は分かんないです。遅いんじゃないですか。7時ぐらいじゃない。まあ関係ないけどね。
何時だろうな。お、お、来た来た来た。お、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 来た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 、いけるいける、よし、焼けよう、これこっちだ。いや、すげえ柔らかくなってる。あれあれ、ハイパワーできんくね、これ。よしよしよし、さあ行きます。牛タン行きます。おー、いいねいいねいいね。あっつあっつ、いっていって、これ超いけ。もう食べれる。本当に牛タンなのこれ。あ、牛タンか。火力が強いんか。もうこれぐらいいか。おっしゃい、できました。皿野菜炒めじゃない、ね、牛タンっす。いや、だから早く食わないと、あの硬くなるって今コメントであったので。硬くなるってコメントであったんで、早く食った方がいいんじゃない。おい、バイ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 、しまって。ふた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 、おい、じゃあふたどこい。さあ、肉ができました。肉がこれ、これこれ、お肉好きだね。めちゃくちゃ好きだよ。これはね、あのうちの母親の分です、うん、いつもありがとうございますということで、母親の分です。こちら、で次自分の分です。続きまして自分の分です。
自分のお肉を焼きたいと思います。あ、今日はね、うちの母親と僕の分でですね、わっつー、わっちー、マジ職人になってきたな俺、職人に。パパ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 パ、あれもうホルモン焼けてね、これ。え？ちょっと待って、もうホルモン焼けてない、これ。焼けてない。あれ黒くなってる、やばい。あ、まあ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 、あ、やばいやばい、最悪最悪最悪、超黒くなった。オッケさあ、ラストホルモン。ラストホルモン。これで、うわ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 、見てこれ、どんだけでけえホルモンだよこれ。待って、これ焼い、どうやって焼いてるか、どうやって焼けてるかわからんけど、これマジでこれどうやって焼けてんのこれ。ちょっと待って、これどうなったら焼けてんのこれ。これどうやったら焼けてるか分かんないんだが、これ。煮込みになってる。確かに。野菜入れたらいいよ、これでっけえ、これ超でっけえ、すごいなこれ、超でっけえやん。
そろそろいい？こんな感じ？わかんない、これどれがどれぐらいで焼けてるかマジでわかんねえんだけど、これマジでわかんねえ。これてごらん、これか。ホルモンしっかり焼かないとだね。これくらいでいい。どれくらいかわかんねえわ、マジで。どれくらい焼けえかマジわからん。てかもうそうだね、牛タンが冷めちゃうし、これ。いやもう黒いけど、これもう絶対いいだろこれ。まあいやもう。まあいいでしょ、いけるでしょ。できました。あつ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 あぶんな。できました。まずい。しゃーなし、親父にもやってやるか。あ、もう美味しくなかったから。まずい。お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃん、ママ、これ、え、なんかおかしいけど大丈夫これ。めっちゃ冷たいんだけど、これなんで、これちょっと待って、クソ冷たいんだけど。お母ちゃん、ちょっと聞きたいことがある。これなんだこれ。
牛タンなんだけど、なんかつく冷たくなったんだけど、なんでなん俺。お母ちゃん、もう食べたご飯。いや今から食おうと思ってるけど。これなんだ。それはもう昼飯です。は昼飯です。あのお母ちゃん、うるさい。なんなんだ、うるさいです、うるさい、暴言吐きます、うるさいです。なんかもったいない使い方してない。これ送ってきた分じゃないでしょうか。いや送ってきた分ですけど、あのいい食べ方してあげらんと、送ってこられた人に申し訳ないじゃん、こんな汚い食べ方。いや汚い食べ方って言われても、汚い食べ方こうなるくない。普通に美味しく美味しく食べてあげらんと、こんなまずそうなことして。あお母ちゃん、うるさい。いやうるさいじゃなくて、あの汚い、汚い、これさ、またフライパンダメにした。は？は？何が？おい、おじいちゃんご飯。あいつはご飯そうですよ。あれなんか肉がちょっとなんかまずくなったけどな、どうやって治るあれ。知らんわそんなもん、分からん。ちょっとどいて、ね、どうやって治る。ちょっとどいてよ、まあ、手洗うんだけ、ね、なんかすごくまずくなったけど、すごく、え、なんか美味しくないんだけど、なんで。え、これまず、やば。タレの問題かこれ。レンチンしたらいいよ。やばい、ちょっと待って、これもう味ついてね、これ最初から味ついてね、これ。ついてるよね。なんでタレやった。なんで知らんがな。あれタレだったの、俺油かと思ったけど。あ、やん、あーこれきついわ。ごちそうさまでした。やっぱ美味しいお肉は脂がすごい。ちょっとここのとこめちゃくちゃにして、うわ、おだけも本当に暴言は吐きませんけど、暴言は吐きませんけど、じゃあ暴言吐いていいですよ、どうぞどうぞ。ごごごご、うわ、このホルモン味ついてるわ。
美味しくないの、うん、多分ね、やり方間違いだよね、完全に完全にやり方間違えた。なんで？うん。どこかまあ。ダメな。いや、プリンスは配信してくれれば全然いいよ。ほんまほんま。関係ないよ。ごちそうさまでした。あ、あんたはこれあげますよ。なんだこれ一体、このあこのザルとボールがつかまんで美味しかったから、お米飛ぶようだったのに。そう、もうお米もういつ用意するんだ。いや無理、最悪。なんだこれ、それで何が？バナナジュースだ。あ、それはね、飲まんでね。どういう意味？ん？僕が飲むから。これね、美味しい肉はね、あれだわ。あの、あべべべ、うるせえうるせえ、逃げろ。逃げろ逃げろ。ててて、今日めっちゃ明るいね。6時47分なのに、なんでだ。さあ、アウス、行かれるか、外部に。